はいはい、先生はお父さんの役ね。ただいま。あなた、おかえりなさい。お風呂にする？ご飯にする？じゃあお風呂からにしようかな。お風呂沸いてますよ。背中流してあげるね。あら嬉しい。先生も椿子ちゃんみたいなお嫁さん欲しいな。嫁さんになりたかったら男の子と喧嘩しちゃダメだぞ。でもマー君、椿子のスカートめくったんだよ。それにしても女の子がドロップキックをかますのはな。あなた、乱暴な漫画は椿子の手の届くところに置かないでって言ったでしょ。いい椿子、お父さんの漫画は真似しちゃいけない乱暴な漫画なのよ。素敵なお嫁さんになりたかったら優しい女の子にならなくちゃ。乱暴はダメよ。パパにもドロップキックとか円錐蹴りとかシャイニングウィザードとかもうやっちゃダメだぞ。第一な、お嫁さんというのは男の子に嫌われたらなれないんだぞ。これからはもう少し女の子らしくしなくっちゃね。男の子とも仲良くしなさい。そうしたらきっと素敵なお嫁さんになれるぞ。本当？じゃあ私これからはもう喧嘩しない、優しい女の子になる。グッドモーニングモーニング、朝だよ。ほら、すずむ、いつまで寝てるの？お寝坊さん。何？何事？朝なの、朝。男子ってこういうシチュエーション大好きなんでしょ？もっと喜んでくれてもいいのに。ずいぶん久しぶりだね、キコちゃんに起こしてもらうのは。起こしてくれてありがとう。それでね、スズム、朝ごはん作ってみたんだけど。ね、それは嬉しいな。でも珍しいね。どうしたの？急に。無理に運ばないで、キコちゃんの部屋で食べてもいいのに。乙女の部屋は男子は立ち入り禁止なの。僕の部屋には勝手に入ってくるのに。いいでしょ、私たち親戚同士なんだから。なんかおかしい気がするけど、気のせいかな。気のせい気のせい。さ、召し上がれ。Thank you.
ご飯美味しいね。他には？お味噌汁も美味しいよ。キコちゃんはお料理上手だね。他には？ほうれん草も美味しいよ。僕好きなんだ。他には？他には？ベーコンエッグも念入りに火が通ってて美味しいと思うよ。ちゃんと火通さないと危ないからね。特に気をつけたの。うん、美味しいよ。こんなにバリッとおせんべいみたいに食べられるベーコンエッグなんて初めてかな。そう？今流行りの焼き方なの。知らないの？遅れてる。どうして？毎日旦那様より早起きして朝ごはん作るんでしょ？こんな朝ごはん一つ作るだけで青息と息なんて全然だよね。でもキコちゃんはこうして作ってくれたよ。僕はとっても嬉しいし、きっと未来の旦那さんも喜んでくれると思うな。嬉しいよ。こんな情けないベーコンエッグを作るお嫁さんでも僕のためを思って作ってくれたものならすごく嬉しいよ。そんな朝ごはんを毎日食べられたら毎日仕事を頑張れると思うよ。だからキコちゃんの未来のお婿さんはきっと幸せだと思うよ。ありがとう。素敵なお嫁さんになりたいから。その僕でよければいつでも協力するよ。ありがとう。サンキューだよ。祭るか？地祭り足りねえか？させ！血まみれ天女のバキコさんとは知らず。次にすすこうにちょっかい出したら祭る。問答無用で血祭る。ちゃんって強いね。そりゃそうだぜ。何しろ昔は。
コちゃん、朝のことまだ気にしてるの？でもかっこよかったよ。え？同じ学校の人が難儀してるのをみんな見て見ぬふりをして通り過ぎてたのに、チコちゃんは勇敢に声をかけたんだよ。それに助けた彼はチコちゃんの知り合いだったわけでもないんでしょ。だからなおさらチコちゃんはかっこよかったよ。あんな剣幕で怒鳴ってる不良を前にキコちゃんはすっごく冷静だったし。うん、僕はそれを含めてもかっこよかったと思うよ。普段はおしとやかでも言うべき時、やるべき時はやるって女性、好きだから。好き？うん。むしろ情けないのは僕だよ。ああいう時は男の僕が率先して出るべきだったのに、ついぼんやりしてしまって。僕がしっかりしていればキコちゃんが体を張る必要もなかったし、何よりそうして一日気にすることもなかっただろうし、それを申し訳ないと思ったこととかっこよかったよってこと、どうしても伝えたかったんだ。あ、私のこと幻滅してない？しないよ。それどころかもっとキコちゃんのこと好きになったよ。強い女性って素敵だよね。本当に？私をおだてるために適当なことを言ってんじゃないの？そんなわけないよ。それに僕がキコちゃんに幻滅なんてしてたら一緒に帰ろうなんて誘うと思う？かっこいいな。仲間を守るために戦うなんて本当にすごいや。僕も人のために戦えるようにもっともっと精進しなきゃ。でもいくらなんでもさすがにドン引きでしょう。今でこそこんな可愛い子アピールしてるけど、かつてはとんでもなかったし。かつてはかつてだよ。今がそうなわけじゃない。それにキコちゃんの武勇伝はどれも相応の理由があっての喧嘩ばかりだったと思うよ。弱い者いじめとか何の意味もなく暴力を振るってたとか、そういうのは一つもなかったと思うよ。ね、別にキコちゃんは恥ずかしいことをしてたわけじゃないと思うよ。まあお天道様に胸張って言えることじゃないよね。今はもう卒業したんだし、もう気にしなくてもいいんじゃないかな。人間誰にだって反抗期みたいなものはあるし、僕だって親に反抗して悪いことしたことあるしさ。え、スズムが？悪いことってどんな？
誰にも内緒だよ。うん、内緒にするする。私と進むだけの秘密。内緒だって。声が大きいよね。それに比べたらピコちゃんのやんちゃ時代だって特別なことじゃないよ。何？さ、あのさ、茶化すのはなしで聞いてほしいんだけど。椿子はね、素敵なお嫁さんになるの。どうしたの？キコちゃん。どうしたの？しっかり。キコちゃん、大丈夫？僕がわかる。
気持ち悪いな。やっと見つけたよ、つばき子ちゃん。美人になったね。知ってたし、知ってたし。迎えに行くからね。そしたら今度こそ僕のお嫁さんにしてあげるからね。それは間違いなく霊障ね。どうすればいいんですか？彼女を安全な場所に運んで横にするで正解よ。100点満点ね。半分眠った意識で何か危険なことをすることもあるから、意識が戻るまでそばにいてあげてね。危険なことって？時に霊が自傷行為をそそのかすこともあるからね。身の回りに刃物がないかだけ確認してちょうだい。刃物はないですけど、危険物はだいぶ。鈴原君と一緒なのに霊障にやられるなんて珍しいこともあるわね。僕に宿る覇者の力よりも強い霊に襲われたとか。鈴原君の持つ力はかなりのものよ。それを上回る霊なんてなかなかいないと思うわ。春宮さんが具合を悪くした時の状況がちょっとわからないけれど、ひょっとしたら霊障じゃなくて貧血とか他の理由によるものもあるかもしれないわね。でも霊障の可能性がゼロってわけじゃないですよね。まあね、誰にもゼロなんて断言はできないわ。彼女を霊障から救うにはどうすればいいんですか？霊障は基本的に白昼夢、寝ぼけて身に危険が及ばない場所ならば放っておいても大丈夫よ。そのうち目が覚める。そしたらもうケロッとしているわ。心配してくれてありがとうね。私たちにとってはよくあることよ。そうですか。僕の力が弱まってるということなのかな。そうなの？最近お稽古を少しサボってるとか？いえ、そんなことはないですけど、僕と一緒なのにチコちゃんを守ることができなかった。それは僕の精進が不足してたからなのかなって思って。ならもっともっとお稽古に勤しんでもらわないとね。鈴原くんはシャチホコ部の最終兵器なんだから。大丈夫？キコちゃんは霊障にやられてたんだよ。
きっと立ちくらみか何かだよ。体調も悪かったんだね。うなされてたんだよ。うなされてた、うん、きっと悪い夢を見てたんだよ。でももう大丈夫だよ、安心して。こそごめんね、部屋にまで入っちゃって。なんで鈴間が私の部屋に鍵はどうして。キコちゃんの具合が悪いみたいですっておばさんに話したら鍵を。元気が出てよかった。キコちゃんの武勇伝はもう聞かせてもらってるからね、部屋に驚いたりしないよ。いずれは見せる気でいたけど、心の準備がまだなのに。まだなのに。母さんひどいよ。じゃあ僕庭で稽古してるから。稽古？私をほとらかして。え？謝れ、土下座しろ。乙女の聖域勝手に踏み込んでごめんなさいって言え。今年って
椿子ちゃんのお家見つけた。